あの先日は沖縄であの耳寄り T シャツの,あの PR 活動にご協力いただきありがとうございましたい廃い。かぶれてきてますね沖縄に <laughs> 何日間ぐらい行かれてきたんですかえーっといえ五5泊5泊あでもたっぷり味わえましたね5、ねはい、泊はいいですね天気が良くてうんうんうんずっと と降る時はですねパラッとどころじゃないんですああまあ沖縄特有の降り方スコールみたいな降り方するんですけどなんか熊本あたりで夕方ちょっと雨が降ったらあこれでちょっと気温が下がるね夕立っていうやつですよね涼しくなるねみたいな感じ言いますけど沖縄でパラッとというかスコールが降っても逆に今度その後も。 ああ蒸し暑さが蒸発する水蒸気でも逆になんか蒸し暑く、えー、サウナ入ってるみたいな感じ、えー、じゃあ元々の気温自体は高い高いっていう感じですかです、ね、うんだから雨さえ降ってなければ、まあ、でも湿,湿度とかは熊本よりはだいぶ過ごしやすいって感じ、ねうん、そうなんですよ<ー>日陰に行くと風が心地いいんですよ なんかいいですねその沖縄の,あのこうちょっと、うん、まあ里吹雪だけじゃないにしてもこうゆらゆらと風が流れてるところでねこうなんか座ってのんびりしてたら気持ちよさそうですね。よかったですね一番沖縄で見た景色で最高でしたっていうのはあーえー、っとですね沖縄本島こうイメージしていただくと、はい、左上の方にあにいわゆる美ら海水族館はい、はい、あ水族館とかが、はい、じゃなくてそこのちょうど右隣ぐらいに えー、島があるんですよねこ氷島ってい<島>うん、古い、えー、保健の方に里だったかなそこ、はい、島なんですけど橋でつながってるんですよはい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 でその橋がもう海の上に<ー>エメラルドグリーンの海,海の上にまっすぐ伸びてて<ー>そこをこう車で走ってるとなんかこう海の上を走ってるような感じああ そこが一番気持ちよかったです、ね、映画とかもテレビの CM の世界みたいな感じですね本当、アメトークちょっと前のアメトークで、はい、沖縄大好き芸人っていうの多分されててその、ね、一瞬、俺まだ見れてないんですけど予告編かなんかでその海の上をこう橋が伸びてるの映ったんですよ、ここに宮田さん行かれたのかなって思ったんですけど<ー>もしかしたら一緒かもしれないですね、今おっしゃってたところと。 でも天気もよくて満喫されてねいいですね、沖縄、ね。担当とは遭遇しなかったんですよねそうですね、<laughs> あのちょっとタイミングが合わずに、<laughs> 同じ時期だったんですけどね,ねだから俺はそのもともと前からちょうど7月の頭ぐらいに、宮友さんも、担当も沖縄に行くって言って、うんうん、もちろん別々にね、うん、お友達同士とかね。だから なんか向こうでねその場所はどこなんだろうなんて言いながらも沖縄っつってもね本当があったり竹富島があったりだからうん、うん、そんなばったり会うってことは普通に考えたらないんでしょうけどう、ね、まあ二人揃っていい旅してるなと思いながらですねでちょうど那覇から石垣島にも渡ったんですけども、はい、石垣に、担当君も同じタイミングで行ってたみたいで偶然同じ T シャツ着た人が。<laughs> 前から歩いてこんかなと思いながらですね <laughs> はいはい期待してたんですけども担当、えー、はね鶴にカメラの T シャツを持ってるんであ,<ー>あれでね遭遇したらでもあれちゃんと沖縄で来てくれたのかなうう、ね、耳寄り T シャツ <laughs> ねえ、うん、宮友さんはばっちりねあの国際通りのね看板の前でね来ていただいて誰からも何も。<laughs> 古着屋さんにはその何軒か行かれたりしたんですかそうですね、えー、と古着ストリートみたいなところがあるよって聞いたんで行ってみたんですけども、はい、そこももちろん耳より T シャツ着て入っては見たんですけどね <laughs> あ<の>やっぱり沖縄までは浸透してないんですかね、うん、うちの YouTuber、うん まあ、リスナーさんとかで、うん、沖縄からの DM って今までなかったような気がしますよねまだまだあの支持者がいないんでしょうね沖縄にはね一層頑張ろうと思って帰ってきました <laughs> 精進しなきゃと <laughs> 声をねかけていただけるかっていうところでいうとまあ難しいのはもう分かってるんですけど ちょっとこのタイミングなんで一つ DM をご紹介させていただいてもいいですかアメリカから日本にこう帰省をされていました、はい、木こひこりさんはい、はい、ひこりさんが大阪とか東京に、ね、行かれたということで、あのー、耳寄り T シャツを、ね、着て、まあ、誰かと、ね、遭遇できたらっていうその奇跡を信じて、ね、まあ楽しみにこうされてたということで DM をいただいてたんですけど。えー、その まあ結果と言いますか旅をしてこられての、えー、メールが届いておりますので、はい、ちょっと読まませていただきます、えー、私事ではありますが、えー、今回の帰省の際に耳寄り T シャツをき着て各地を回りましたので報告がてら写真を添付しました<ー>、えー、一つ目は、えー、北陸の有名店フォアモストさんの前で、えー、の一枚。 えー、親戚がすぐ近所に住んでいるので、この機会にと、えー、店の前で写真を撮りました。えっ、ー、と、フォアモストさんの前で、うちのミミオリティを、えー、こんな風に来て<ー> <laughs> 誰かに遭遇したっていう話じゃなくて、あの、うん、有名店の前で、まあ、耳リティを、そうそうですよね。撮影しましたよっていう。聖地巡礼みたいな。聖地巡礼みたいな。こんな感じで。で、えー、2枚目は、 自分が昔よく行っていた下北沢のシカゴさんです。下北沢には驚くほど古着屋があり、世間の古着熱が高いような気はしましたが、自分の近しい知人で古着を愛好している人はおらず、相変わらず古着について一緒に話量する人はいませんでした。あちこち歩きましたが、残念ながら耳寄り T シャツを着ていらっしゃる方に出会うことはありませんでしたと。 ですが、大阪を訪れた際に、しばし、しばしば耳寄りで名前の上がるパラメヒコさんにお邪魔したところ、オーナーの山岡さんが、その T シャツをもしやと、早々にお気づきになり、世間話をさせていただきました。パラメヒコさんはとても雰囲気が良く素敵なお店で、もし近所にあればきっと通っていたと思います。 何と言っても山岡さんの優しいお人柄が印象的でしばし楽しい時間を過ごさせていただきましたお<ー> T シャツにすぐお気づきになった山岡さんですのでこのラジオをお聞きではないかと思いますもしラジオをお聞きでしたらその説は本当にありがとうございましたと山岡さんに向けてのメッセージですね えー、そして、まさに耳寄り情報を提供いただき、自分の大阪、えー、の旅を楽しくしていただいた耳寄りラジオにも感謝ですと。次回こそは、peoplegetready に伺って耳寄りファミリーの皆様にぜひお会いしたいです。 それでは、各地で耳寄り T シャツを布教していきたいと思いますといただいております。先ほどのね、フォアモストさんでの写真の次にご紹介するのは、この下北沢シカゴさんの前で、はい、耳寄りのネクストバッターズ白 T シャツ。そして、パラメヒコさんの前で、この鶴とカメラの T シャツを着て<おー> <laughs> 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 まあ、これでね、店内入ってこられたら、さすがにね、オーナーも、子その技術を、もしやっておっしゃるとはっ <laughs> インパクトありますからね、これはね。いやー、日本のね、旅満喫されたようですね、木こりさんね。ただ、会うことはなかったというのが、あの、そうでしょうっていうところでね、まだまだ、あの、私が、あの、販売させていただいている枚数からすると、 そんじょそこらで遭遇するような枚数ではございませんので、うん、まだまだですよ。今一番こう、出会い率が高い地域はクルメですから。ああ、なるほど <laughs> と。もちろん熊本の次はですけどね。うんうん、まあなかなか大阪、東京とかで会えるタイミングは難しいんじゃないかと思いますけど、いつの日か、いつの日かね、来ると思いますので、うん、その日を信じてみんな、信ま、はい、くってください。<laughs> で、あのね、まだ切れてないっていうところで、 え、ちょっと報告なんですけど、カムタクさんと、秋田の、はいえー、ライパパさんに、はい、今日お出ししました。<ー>あの、追加分が届きましたので、えー、今日ね、発送しましたので、やっと今、秋田に、えー、1枚、そして、糸島にも1枚、なるほど 1> え、ね、こう、拡大をしてますので、<laughs> えー、遭遇率はまた少し上がったかなと思いますのでねよろしくお願いしますあのお二方大変ねあの欠品しておりお待たせいたしました届いたらですねぜひワンウォッシュしてちょっと自分のサイズに整えてからですねうん、うん、ガンガン来ていただけたらと思いますそういえばですよはい先週のラジオ聴いててちらっと思ったんですけどもはい、はい あの耳寄りに出ていただいた方の名前をずっと挙げてらっしゃったじゃないです,かそうです、ね、前回あのおさらい会みたいな感じですね、はい、登場人物の、ええ、漏れはなかったと思うんですけどねいやいやもうもうあ,ある方を <laughs> も<う>まあちょっとあの<お>気づきだと思いますけど <laughs> あのちゃんと登場もしてたのにみたいなですね、はい、登場してたあの文章だけとか DM の方じゃなくてちゃんとあの耳寄りに登場しているにもかかわらず顔出しをね <laughs> あるのに私があのちょっとこう失念してしまっていらっしゃった方から DM がね届いておりますので T シャツを発送した大変ねあのお詫びも込めてえちょっと DM を読ませていただきますえカムタクさんからいただいておりますえお疲れ様ですいまだに耳ミミリりィをゲットできていないカムタクですはいすみませんでした今日送りましたえ T シャツの着丈問題ありがとうございましたおかげですっきりしました えとりあえず今年の夏は着丈が長い T シャツは着ないで次に田地さんのお店に行った時にお願いしようと思いますえ先週の放送で今よく見てる古着 YouTube チャンネルの話をされてましたがそんな話しましたかねよく見てる古着 YouTube チャンネルの話をされてましたがん竹ざうすが見てるって話かそですね終わってるマンさらああそうかそうか 自分は、ゴタンダガレージは当然見ていますが、一今一番ハマっているのは、メンズバイヤー FJ チャンネルです。特にスケーターやサーフ系、西海岸系のスタイルがお好きみたいですが、それに限らず、ミリタリーでもワーク系でも、どんなジャンルにもとにかく知識が豊富ですごく勉強になります。このアイテムには、これを合わせたいよねとか、 えー、合わせ方もさらっと紹介してくれたりして、すごく参考になります。もうすでに有名で皆さん見てるかもしれないですが、えー、もし知らなかったら、ぜひ見てほしいですね。えー、めちゃめちゃ FJ チャンネルの回し者さんみたいになってますね、神田さん。これ、あれ、<laughs> 怒ってるんですかね <laughs> <laughs> あの、みんなであの、耳寄りから乗り換え、乗り換えようぜっていう、こう、ちょっと、うん、そういうメッセージですかね、これはね、知識も豊富で、勉強になると。もう、こちらはなんかね、旅の思い出トークから始まってる、こう、勉強にはならない耳寄りチャンネル、ね、いやいや佐藤お怒り。お怒りなんでしょうね、ちょっとね。俺は、と <laughs>。FJ チャンネルさんはね、自分も、 ちょこっと見たことありますね。うん、あの、アメリカにいる海さんが、うんうん、アメリカのフリーマーケット会長で会ったって言ってて、えー、FJ チャンネルさんの話ちょっとされてましたもんね。うん。あの、ちょこっとお話したいよ、みたいな感じで。自分もそっから検索して、ああ、こういう方なんだーって見たことがあるんですけどね。そういう、めちゃくちゃこう、勉強になるチャンネルということで。カムタクサマちゃん、これから FJ チャンネル派ということで。<laughs> はい。<laughs> <laughs> えー、いつものように長くなってますが今回は購入品紹介をさせてください<ー>、えー、タジさんたちが糸島ツアーで立ち寄った、えー、格安の古着屋さん自分と堀ちゃんが行ったとこなんですけど、えー、そこで商品の入れ替えのため店内全品半額セールがありました<ー>すごいですね商品入れ替えのために全品半額安い上に半額。 その日はオープンと同時にお店に入ってごそごそと掘ってきました。久しぶりにタジさんが古着屋をやめたくなるかもしれないですがお付き合いください。ソロに喧嘩を売ってきてますね。<laughs> 本当に。えー、まず、50s か 60s ぐらいのスウェードのジャケットです。 え、ブランドについてはあまりわからないので、解説、解説いただけると嬉しいです <laughs>。ここだけ求めて来られますね。え、<laughs> 雰囲気抜群で、え、中に名前が書いてあるのもたまらないです。秋口に T シャツに羽織る感じで着られたら、え、着れたらいいなと思っています。え、金額は衝撃の2500円。どうでしょうかということで、そのお写真がこちらですね。かなり激渋ですね。激渋な。 結構古いタグですね、えー、これねタンタで今、ね、っぽいですよねこれがこうその人のご本人持ち主さんのサインだったんですかねフランク・ジョーンズさんのこの一枚スウェードのジャケットなかなかな渋いですねこれはまあボロと言ってもいいぐらいのねそのやれ感だと思いますけどねんさんこれも2500円でゲットということでちょっとこう 渋くなりすぎそうですけどねこれね他のアイテムちゃんとこうコーディネートしないとねうん、えー、そして、えー、もう1点ありまして、えー、あんまり詳しくないのですが、えー、70年代から80年代くらいのジャケットです、えー、ジョニー・ミラーって書いてありますジッパーはタロンです、えー、シミはあるし地味だけど、えー、チャレンジしてみたい雰囲気だったんで買ってみました、えー、価格は1500円<ー> <laughs> いやこれですけど、これ1500円はちょっとね、いい,い,い,ないい感じですよね。70年代っぽい雰囲気のねジョニー・ミラーの、えー、ジャケット、ね、これも使いやすそうですね。まあまあ、ちょっとかダメージはちょっとあったり、シミとかもあるけどってところで、1500円かかっこいいですね、かむ、うん、たくさんなんか似合いそうですね、こういうのね。袖もね ラグランうんうん、うん、着やすいと思うなフリーダムみたいなカッティングですねうん、うん、若干ねえこれが1500円ということでそしてまだ終わりじゃないんですよ、えー、最後は T シャツと T シャツ生地のポロシャツです、えー、これがまたいいんですと <laughs>、えー、青い T シャツは生地が薄くなっちゃってるけどプリントがいい感じでめちゃくちゃ気に入りました えー、緑もシンプルなプリントですが、憧れのカリフォルニアの T シャツみたいで最高です。襟付きのワンポイントですけど、可愛いので、えー、買ってしまいました。えー、さっきのポルシャツあ、ちょっとお写真後で見せますけどね。もちろんすべてシングルステッチ。価格は900円の半額で、1枚450円どうでしょうかということですけど、えー、緑のやつはこれだね。<ー>めちゃくちゃかっこいいですね、こ,いいすねこれね。 で、青の方がこちら。いいっすね。いいすね雰囲気いいっすね。うん、で、ポロシャツがこちらですね。はあ、いや、全部これ、450円っていうのもちょっと俺の中でもう買い付けでもで <laughs> 出ないですよ、そんな値段では。これなんでこんな安く。ちょっと商品入れ替えの前にうちに電話してほしかったですね。<laughs> すごい価格です、ねこれね、でも、かむちゃくさんも結構赤系がお好きだったイメージありますよね。うん、ちょっと今日は別の色でね,ねちょっと渋めな色でいかれてますね、うんえー、もっと買いたいものはあったんですがきりがないのでとりあえず我慢をしました。 政治の皆さんが行ったらもっといいのを買ってくるかもしれませんね。長くなってすいません。えー、ボーナスをもらったら、タ、え、ジ、ー、さんのお店に、えー、着丈直しの T シャツを持って遊びに行きたいと思いますので、よろしくお願いしますとメールいただいております。いやー、カムタクさん暴れまくってますね。耳寄り T シャツが届かないから。<laughs> やっと届いたけど、ね、届くの遅くなっちゃいましたので。 いやー、糸島でもやっぱいいお店さんがありますね。ちょっとこの半額セールはちょっと、俺も行きたかったんですけど、<laughs> あのね、さっきインスタチェックしたら、一応今日だけが半額セールで、明日からちょっとお休みに入りますみたいな書かれてたんで、<ー>多分本当にそれぐらいのもう改装前みたいな感じで、うんうんうん あのセールされたんでしょうねこれはいいアイテムゲットされましたねカムタクさんカムタクさんもアンテナ高いですよねその情報をちゃんとゲットできるっていう、ね、うまあまあもうずっとねインスタとかをちゃんとフォローしてね<ー>チェックされてるんでしょうね久々にねこういう DM いただきましたけど <laughs> これからも負けじとねお得に買ったよカムタクさんのコーナーお待ちしておりますはい、新しいコーナーナです <laughs> <laughs> ット日,曜日それこそです、ねあの、ちょっとこう今の宮友さんが新しいコーナーですねって言ってくださったので自分もこの話を、ね、今日しようと思ってたんですけどすあのずっと、ね、コーナーが今まで、えー、古着に関してこれまであの映画に学ぶ古着ファッションのコーナーとか。はい あのまあ、コーディネート企画とか古着とは関係ないんですけどこう歴史のコーナーとかうん、うん、<laughs> コーナーは2回ぐらいしかないですけど、まあ、そういうコーナーがあったじゃないですかちょっとこうバタバタしちゃってあのそういったコーナーをもうお休みしてたのでうん、うん、久々に復活しようと思うんですよ、はい、で、宮友さんが来てくれた日はこの宮友さんが担当するコーナーみたいな。 で、竹沢留守が来てくれる日は竹沢留守のコーナーみたいな、はいはい、なんかその週代わりみたいな感じで、うん、なんかコーナーをまた復活させようかなと思うので、先に言うんですけど、これみんなから募集しません。あの、どんなコーナーがいいですかねを募集すると、収集つかなくなるんで、<laughs> これはもう俺と、まああの、サッカーあたりで打ち合わせをしますので、はい、ちょっと新しいコーナーをね、復活させようかなと思います。まあ、竹沢留守に関して言えばですよ、やっぱりこう、 ミーハーセンサー、ビンビン来てますを、<ー>また復活させようかなと思ってですね。あれ、面白かった、ね。途中からちょっとあの、竹沢さんが調べなくなって、<laughs> なんか、なんか来る前にちょっと you YouTube とか、なんかね、インスタでパッパッと見てなんか、あ、今日これでみたいなノリに、<laughs> なんとなくこう裸感で俺は感じてたんで、あ、なんか適当に済まし始めてるなっていうのがあったんで。<laughs> なんかコンセントみたいなのありましたよね。<laughs> <laughs> 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 なんかこのコンセントがおしゃれなんですよみたいなことを言って,てちょっとビンビンのアンテナがちょっと適当すぎたんでそこもう1回ちょっと竹澤さんに打ち合わせしてもうちょっとみんながこうね喜ぶような新しいホットなニュースをねちょっと拾ってきてもらう役割をお願いしようかなと思いますので、ね、宮友さんがまあ今こうその場でっていうのは難しいと思いますけど,、うん、どなんかこういうコーナーだったら僕、ちょっとやってみたいなというのはないですかなんか。 うんいや確かに今ビンビンに引っ掛けるんじゃないけれども、はい、なんかこれ久々切ると面白いよねっていう古着、はいはいはい、だからそれは宮友さんセンサーの中で今着てるって感じですよね、うん、宮友さんは俺のマイブームでいいんじゃないですかああ<ー> <laughs> 今俺のマイブームを紹介させてくれみたいなうん今探してるのはあるんですよ<お>実<は>早速じゃあ第1回ということで。 宮友さんの今の俺のマイブームはこれだを教えてください,い,いはいフィッシングベストが欲しいんですよ、ね、おフィッシングベストコロンビアとかのはいはい、うん、それはいわゆるあのー、なんだっけ、あのー、ふ,わふわふわがついてるやつ毛針をはい毛、は、針があれをなんか夏 T シャツの上に羽織ってんか<ー>それだけでちょっとねおしゃれに見えるかなと思ってはい、はい、まあ なんか、言ったらなんか、失礼かもですけど、ここ何年か前に若い子たちがよう来てましたよ、うちでそうですかん、フィッシングベストは。なんか恥ずかしい第1回目があの、ちょっと遅れ気味な前先を言ってるつもりが、実はあの、日衆を来るぐらいで宮藤さんが反応しちゃってたみたいな。 <laughs> ちょっと言うの失礼かなと思ったんですけど、実際ね、いたんですよ。若い子たちが、うね、ようフィッシングベスト着てましたよ。えー、結構ね、合わせ方としては難しいんですよ。結構、フィッシングベストって丈短いじゃないですか。はいはい、で、そのポケットが増え、なんかいっぱいあって、おっさん臭かったりするんで、似合ってるのがどうかっていうよりも、もうただフィッシングベスト着てるなっていうふうにしか見えない。 サイズ感もあるんですよサイズ感バッチリ決めてきてるなっていう子もいれば、うん、あなんかもう見つけたのただ選んじゃったのかなっていうようなちょっとサイジングが自分としてはちょっとこうもったいないなっていう子も正直いましたなるほどなただお店さんでベスト欲しい、うん、あ,のあったのを買いましたとかおすすめしたの、うん、おすすめされたのを買いましたっていうような着こなしの子もいたので、うん、そこをちょっとこう上手にね取り入れてほしいなとちょっと思いましたけどね。 今年よう <laughs> <laughs> 遅れてるから、ね、<laughs> まあまあ遅れようが乱しようがまたやってくるんですからうどうせあの次の週の先頭に立ってるのが俺だぐらいのつもりですね, <laughs> うですねもう流行とか関係ないんだっていう感じで来てくださいぜひ、うん、いいですねちょっと今俺これがちょっと来たくなったとかっていうのをどんどん紹介してもらうとそれに刺激を受けて周りのみんなもそこにアンテナがちょっとね、まあ、いくしね、うん 自分がね、ちょっと今日、宮友さんとか、ま、竹沢嘘も含めて、一つコーナーになるかなっていうテーマ、ちょっと今、お話しさせてもらいたいんですけど、はい、俺が40代、はい、宮友さんが50代、50代で、えっ、ー、と、竹沢嘘が30代で、ちょうどばらけてるんですよ。30代、40代、50代で。で、自分が、ちょっとこう、やってみたいなって思ってたテーマが、自分たちがまあ、 今まで学生の頃からまあ社会人になってでもいいんですけど、今まで憧れたんだけど手が出せなかったものを語っていくみたいな。<ー>これ欲しかったけど結局手が出なかったんだよねっていうのを、やっぱ世代なんで全部一緒じゃないはずなんですよね。はい,はいはいはい。で、ああ竹座うるすの頃の世代は、あ、確かにそういうのみんななんか欲しがってたなとか、<ー>あの人気だったよねとかなんか話しながら思い出すと思うんですよ。はい、で 自分の頃、もう自分の頃で言えば、高校生の頃とかにね、憧れてたんで、パッと今思い浮かぶのは、ミリタリーのやっぱ N3B なんですよね。ああ、なるほど。もう実物の N3B を、うんうん、あの、ブーンの、あの、やっぱり、着こなしのカッコマンたちが着てるんですよ。冬のコーディネート写真とかで。はいはい、もうその N3B を着てる人のコーディネートがもうとにかくかっこよくて、んなんかあの、ずしっと重たい実物の感じで、 なんかもう頭は例えばリッド棒だけとか、うん、でパンツも本当、ちょっとヴィンテージっぽい色落ちしたジーンズに N3B だけを合わせてるような感じでかっけーみたいなで当時ね8万とかしたんじゃないかな買えるアイテムで、はい、その高校生に8万円ってやっぱ出せないじゃないですかでもね憧れてましたね N3B は。 なんかそういうのちょっとこう、なんでそれに憧れたのかとか、んうんうん、その、まあ、あったらそういったお写真だったりとか、うん、なんかそういうのも含めて、ちょっと、俺たちが憧れてきた服、みたいなのをちょっと語るようなコーナーも、ちょっといいかもしれないですよね。<laughs> はい、それもちょっと、これじゃ俺からの、まあ、 あの共通で2人とはまた違って田尻発信企画としてその時のお二人にも聞くみたいな感じでちょっと定番コーナーかでちょっとやってみようかな、はい、憧れてきた一着、うん、1着手が出せなかった服出せなかったということですよね出せた服もいいんですけど出せなかった服っていうのにもね、はい、ロマンがあるかなと思いますので、うんはい、そ,その辺のちょっとコーナーをね、うん、ちょっと復活させていこうかなと思いますので、まあ、楽しみにしていてください、はいはい いいつも聞いてます耳寄りな日曜日この1週間でですねすごいね思い出深いお客様が一人いらっしゃっててちょっとその話を、ね、みんなにしたいんですけど、はいえー、来てくれたのはね早稲田大学4年生の子が来てくれたんですよ現役,げ現役の今の早稲田の4年生の子が。<ー>で えと上熊本駅、まあまあえっと、電車飛行機かな新幹線かなどっちなんだろうそこ聞かなかったなでも、熊本駅から、うん、かだから電車か新幹線かも、えー、熊本駅から上熊本駅に来て、うん、そこから熊本電鉄に乗ってミヤ駅に行ってはい、はい、でそこからうちに歩いてきたらしいですよ。えー 山 <laughs> <の>あ,あ,ありますよ。土地感ない人からしたらもう全然ピンとこないと思いますけど、絶対歩く距離じゃないんですよ。文字通り山を越えるんですよね、人はね、まあ。その、や、山ってほどじゃないですけど、ハケノミからうちがね、多分普通に歩いたら30分かかるかなぐらいです。うん、普通に歩いたら。うん、もう、ちょっと走れば15分ぐらいですけど、普通に歩けば30分はかかります。絶対に。で、そんな中来てくれて、 で、あの、YouTube 見てますってことで来てくださって、えっ、ー、て、えー、ど、どっからですかって言ったら、あの、今日東京から来ましたって言って。えって言って。で、こう、電車乗り継いできましたって言って、もう俺と堀ちゃんで苦笑いっすよ。えー、みたいな。で、でも、な、なんで、うちにね、来てくれたんですかって言ったら、まあ、その YouTube を見て、あの、九州にせっかく来たので、 ここは寄りたいと思っちゃって。熊本の人でもないわけなそうそうそう、そうなんですよ。<ー>で、出身は群馬の方で、<ー>群馬のサッカーチームのザスパ群馬かな ?J2、うん、のチームだと思いますけど、はい、そこの応援で、鹿児島での試合、群馬のサッカーチームが鹿児島に来るんで、うんうん、そのサッカーチームの応援で鹿児島に来ると、東京から。うんうん、で せっかく九州にね、鹿児島まで来るんで、途中で下車して、<ー>熊本の peoplegetready に行こうと思って、来たんですって言って来てくださって。嬉しいですね。びっくりですよ。<laughs> <laughs> でもね、サッカーにとにかく熱い子で、うんうん、その大学4年生で趣味はもうやっぱサッカー観戦なんですって。うもうサッカーが好きというよりも、サッカーの応援が好きなんですと。もうなんかその一体になる感じが、 もう最高でこの前はもう愛媛まで行きましたって言ってたんでもうやっぱ J2 でもいろんなところのねあのコートってなんですか球場がねあってそこを目がけて旅行がてら行って応援して帰ってくるみたいなのを楽しんでるそうでだから、もう今大学4年生でも就職先も決まったそうで残りの時間はちょっとねこういうふうに旅をしたりねしてるんでしょうけど素敵だなと思って。ですね ピープルゲットレディーでももう30分か1時間ぐらいかなおしゃべりさせてもらいながらお買い物も楽しんでもらってでもまあ会いにくの雨だったんですよだからあのもうちょっとさすがにと思ってあの帰りは自分が駅まで送って行きましたいやそりねもうこんなところまでね来ていただいてであの耳寄りな日曜日とかをやってるんだけど あの、き、聞いて、聞いてたりするのって聞いたら、あ、あれはもう本当に流ら聞きしちゃってるんで、あんまり正直あの、聞けてないですと。じゃあ本編っていうか。ん。うん。なんか作業してる時にずっと流してはいますけど、んあんまりちゃんとは聞けない。あの、全然それが普通だから大丈夫だよっ,つって。<laughs> で、むしろその動画の方を結構見てるんですよね、<ー>っていうから、大学生で、 そのうちの YouTube の動画ってさ、うん、結局こう40のおっさんが出てきておすすめだとか言ってるけどちょっとこう正直言ってダサいなとか,、うん、なんかあんまりいけてないように見えないって聞いたら、うん、あの同じぐらいの10代20代の子たちの YouTube を見るとかっこいいかなとは思うんですけどなんか全部。 なんか攻めすぎてる服ばっか紹介してて<ー>いざ着れる服じゃないんですよねみたいなでピープルゲットレディさんの動画の服は着れるって思う服が多いんですよみたいな、えー、だからまあよりちょっとリアルにイメージしやすいからついつい見るし古着のチャンネルではもう一番好きですって言ってくれて、えー、本当になんかもう励みになりましたね頑張らなきゃなと思いましたよ IQ 高いはずですよね <laughs> <laughs> そんな方がねうちにね目を向けていただいてるっていう,うい,いや面白かったですよ帰りのね、うん、その駅に送りながら車の中でいろんな話をしたんですけどうん,、うん、なんか早稲田大学とかもイケイケな感じするじゃないですかうん、うん、でねそのやっぱりそのイケイケな感じがやっぱちょっと肌に僕合わないんですとな,なんか飲み会とか合コンとか好きな子たちがやっぱ友達が多くて なんか、俺、そっちじゃないんですよね、みたいな。<ー>もうちょっとサッカー応援で、こう、九州に来る、るね、来てくれるぐらいな、なんか、そういうキャラだから。ね、だから、なんか、こう、あんまりその、大学に友達がいないんですよね、つってて。<laughs> なんか、それも、なんか聞きながら、あ、早稲田にも、こういう、なんかう、う、ちと共鳴し合えるような子がいるんだなと思いながら、<ー>なんか、嬉しくなっちゃってですね。<ー>そんな子がうちのチャンネルに、こう、たどり着いてくれて、 いやけどリアルな今のその早稲田の大学生のスタイルみたいな写真とかもこう送ってほしいですよねなんかね <laughs> <laughs> 大学生のリアル <laughs> うん、うん、でも友達じゃないから盗撮になっちゃうじゃないですかいや自撮りで、ね、自分の格好でいいからですねああその子のってことですかああその子のリアルってことですか、うん、<laughs> その <laughs> 40代が発信するチャンネルに共鳴するはい、はい、大学生の格好っていうのはななんか興味があるなと思ってうちではね選んでくれたのはポロシャツボーダーのねラコステのポロシャツを選んでくれてまあやっぱりねスタンダード寄りなんですけどそれとうちであの軍パンを買ってくれたんだよオーストリア軍の軍パンをだから本当ねベーシックな感じなアイテムがまあ好きなんだなって感じで。うんうん 実際それが似合ってる感じだったので、うん、うん、あんまりこう、こう派手な、バンティーとか、うん、なんかちょっと今でいうもうねこの前紹介したボロのやつとかっていうスタイルは多分ちょっとこう現実的じゃないっていうかね、うんまあ、ちょっと実際は着ないっていうようなスタンスなんじゃないですかね。うん、結果そういう服がね、うん、長く着ることができるしですね。うんうん、だからね本当にそのこの言葉が、あ そうかっかて俺、なんかねおっさん癖かなうちの YouTube とかカレー集漂ってるかなとか思うけど<あー> <laughs> あやっぱこの温度にとかアイテムセレクトに共鳴してくれる人もやっぱいるんだなっていうのを、うん、ほほんたった一人のその声かもしれないけど、うん、だからそれを信じ,信じたくなりました、俺は<ー>い,いてくれるんだと思って僕はその子のことを信じようと思いました <S, <laughs> <S, S 君のことを。<laughs> うん、だからこれからね、あの、まあ、ほ本当にちょっとプライベートな話ですけど、うん、ちょっとこう、もういいところに就職するみたいなんで、んね、やっぱ早稲田だからですね、あの、社会人になっても、また九州にね、サッカーの応援に来てね、つ、うん、って、その時はまた会おうよ、つって。で、その、社会人になって、も、ふ不条理に揉まれてからの <S,、うん、<S, S 君も俺見たいから、つ、うん、って、ね、来てくれよ、つってね。で、一応、<laughs> DV もちょっと頑張って送りますって言ってました <laughs>。ぜひ、いや、けど、 もしよかったらですよ、これリスナーの中で、もしかしたら、え僕、リスナーの中で最年少かもしれませんっていう人にね、はいはい、ぜひ DM もらいたいですよねうん、うん。我こそは最年少だぞっていうね、うん、メッセージをね。お願いしたいな大学生はいると思います。別実さ、<S, <S, S, 君 <S, S 君も S の、はい、ね、大学生なんで、まあ、大学3、4、4、3、2、1年生で誰が一番若いのかプラス、うん 高校生とかでもいらっしゃるんじゃないかなとかね、うんうん、興味あるなどこぐらいからこう引っかかってるのかなってですね大学生はね実際お店に来てくれる子たちでも音声の,あのラジオやってらっしゃいますよねであれ時々見てますとか聞いてますっていう声は実際あるので大学生は聞いてますね、うん、だから高校生高校生でいたら、うん ぜひぜひもう最年少記録達成の可能性はありますよね耳寄りを聞いてる高校生 <laughs> ぜひ DM 送ってくれお願いします <laughs> ね受験勉強の合間でいいからよろしくお願いしますうん、うん、タイトルコールまたしてないですね <laughs> <laughs> なんか宮友さんと出るとき俺タイトルコール忘れがちですよね結構もう最後の最後になっ、ね、最後の最後までね、うん、まあじゃあやっておきましょうかねはい今日は宮友さんが来てくれておりますんん毎週日曜日のラジオトーク「耳よりな日曜日 PeopleGetReady」People Get Ready の田尻と宮友がお送りいたしますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,ししますもう大体今日話そうかなと思ってたことはもう話し終わったんですけど早いなちょっとあの田尻のあの 最近のちょっと温泉トークンちょっと聞いてもらっていいですか。温泉トーク。<laughs> 何の話ですか文字通り温度差がある。<laughs> ちょっとねあのー、最近、はい、旅行行きたいって俺言ってたじゃないですか。行ねはい、旅行でのんびり温泉とか行きたいんですよねみたいなでなんかねまあ東大元暮らしっていうんですかねうち、ん、から五分ぐらいのところにいい温泉があったんですよ。<laughs> 車で5分はあ、はあ、え菊南温泉あがんなっせというところなんですけど有名なところですもう <laughs> <laughs> 見えるぐらいのと <laughs> <laughs> そうそうあの多分ねちょっと台の上から見たら夜景で看板見えるぐらいのとこですね「PeopleGetReady」<laughs> から車で5分、はい、菊南温泉阿が那なっこれまでちょっとね家族3人で行ってきたんですけど、はい めちゃくちゃゃく良かったんですよ温泉、えー、で旅館には正直まだ行ってないんですけどはい、はい、まずだあの温泉に行ったんですけど、はい、3人で行って、まあ、1人だから子供もいるんですけど、まあ、1,000円しないぐらいですよね3人で1,700円だったかなで、まあまあ、全然いいなと思いながら入ってで温泉がねまた露天風呂もねいろんな種類があって。えー で夕方の、ねまあ、5時、6時ぐらいだったかなもう日がまだ明るいんですけど風がちょっと涼しくなってきててちょっとこうぬるめの露天風呂のぬるいお湯の中に浸かりながらその夕方の風がこう顔に当たって<ー>めちゃくちゃ気持ちいいじゃんと思ってたんですよ。<laughs> で、こんな近いところに、うん、む昔も来たことはあったんですけど久々に行ったらなんかそれを改めて再確認したというか。うん これちょっと利用しない手がないじゃんみたいな、うん、で、なおかつ、ですねあがんなっせという温泉なんですけどそこがパワーアップしてて今、ね、カフェスパみたいになってるんですよ。うん、な何かというとそのお風呂上がりに、うん、そこでお,お茶とかもうコーヒーが飲めたりスイーツが食べれたり何、うん、ならちょっとしたもうご飯が食べれて漫画喫茶みたいなコーナーと。 なんかね、ハンモックが5、6個あって、ハンモックで寝ながら、うん、まあ漫画読んでもいいんですけど、もうほんとのんびりこう、うとうとしたりもできるんですよ。でなんかね、ほんとこう、なんかもう、至れり尽くせり、なんか、のんびりしてくださいのコーナーがめちゃくちゃ揃ってて、だから温泉台で3時間で、 その1000円しないぐらいで入って、3時間お風呂上がりに1時間でもそこで漫画読んだりくつろいで、で、フリードリンクのなんかね、あの、フレッシュな果物とかをこう通ったなんかお水、デトックスウォーターって書いてあったかな、そういうのも飲み、飲んでいいですよ、みたいなのもあって、なんか、とにかくね、満足度が高かったんですよね。で、ちょっとこれはまあ、 試してみるのはまだこれからなんですけどそのアガンナッっていうところは付属する旅館もあるんですよね菊南温泉っていう旅館がはい、はい、で堀ちゃんと一緒にねなんか旅行プランとかをいくらぐらいするんだろうねっていうのをちょっと見てみたんですけどやっぱ人気は人気なので週末とかは多分空いてないところもあるんですけど、うん、例えば自分なんか平日水曜日が休みじゃないですか、はい、だから火曜日の夜から行って、うん 宿泊していやいや、なんなら水曜日か水曜日の休みの日に旅館に例えば泊まって、うん、で木曜日の朝から普通に朝からチェックアウトしてお店に出勤してきてもいい<ー>わけですよ。で,すよねでね、それがプランで予約当日のみのお任せ部屋お任せプランっていうのがあって要は。 その日どっか空いてたら、6800円で朝のバイキング付きのプランっていうのがあったんですよ。だから俺みたいな平日休みにはもう最高なプランで、そうなんですよ。だから朝六千あの、朝水曜日に起きて、今日空いてるかなと思ってホームページ見て、で今日部屋が一室空いてたら、 家族3人で行って、1人6800円で泊まって、次の日の美味しい朝ごはんまで食べて、うん、普通に、まあ、次の出あ5分かけて <laughs> と、と、と、あの、着くんで、出勤できるっていう、もう全然遠出をしなくても、うん、いわゆる旅館でね、うんうん、こう、お風呂入って、あの、畳の上のね、ふっくらしたお布団で寝て、で、美味しい朝ごはんを食べて出勤っていう、かなりいいリゾートプランがね、 できちゃうで,あのできちゃうんですよ、はいえー、そんな菊な温泉「あが、の、ん、ー、なっせ」に私はちょっと今後入っていこうかなと思いますあのー、僕熊本の人間なんで「はい、あがんなっせ」って言われても <laughs> 意味分かると思うんですけども <laughs> はい、はい、そこちょっと、はい、飛ばしてましたね飛ばし、ね、飛ましたね <laughs> リスナー置いてきぼりです置いてきぼりで「あがんなっせ」っていう名前なんですけどまあこれは熊本弁でねまあ でもね、あがんなせも、これちょっと受け取り方難しいな、という言葉、うんうん、お、二つあるじゃないですか、あがんなせって。はい。だから、あれは、多分、ストレートにつけてらっしゃるテーマで言うと、うん、お家の中ですよね。うんうん、その人の、まあ、に迎え入れられてるおうちに、うん、はいはい、お、あのお、家の中に入りなさいっていう意味を、うん、まあ、あがんなっせって言うんですよね、はい、熊本弁ではね。うん,うん。でも もう一個お風呂に入って、もうずーっと長風呂しちゃってたりすると、もういい加減上がんなせ、みたいな。っていうニュアンスでも熊本では使えるじゃないですか。もうそろそろ上がんなせ、みたいなね。だから、初め温泉なので、どっちの意味なのかなと俺、最初迷ってたというか、どっちなんだろうなと思ったことはありましたね。うん。やっぱ前者の方なのまあ、やっぱこう、き 来たらいいよ、みたいな意味のね、うん。寄ってかない、みたいな感じでしょうね。あがんなっせーっていうね。うんうん、その、ちょっと受け入れ、フレンドリーにお迎えしてくれる気持ちが入ってるのが、あがんなっせーですね。そうですね。<laughs> この前の。熊本弁この前、あの、ご指摘いただいた、んなんからですねの、はい、の、あの、コメントにもいただいてましたけど、熊本の人間、誰も、何が起こしてるのっって、あの、<laughs> <laughs> あの、違和感に誰も気づけないっていうオチだったんですよね。全くわかんないですね。<laughs> 全くわかんない <laughs>。何言われてるかわかんない。あの、竹澤の人が、あの、最後にちょこっとこんな感じでっ使ってた、それでそれですってあのコメント欄でね、うん、おっしゃってたけど、うん、聞き直しても、何が違和感があるんだろうっていうくらい。<laughs> 自分たち熊本の人間はその、うん、ですとかなんなんだからですね、うん、っていうのを、まあ、かなり普通に使ってるんですけど、 一つね俺、これ簡単に分析した内容なんですけど、はい、えとあれは、なんなんからですねっていうのは、まあ、俺たちにとって敬語とか丁寧語の一種なんですよ。で、俺は宮友さんに喋るときにしか多分なんなんだからですねとは言わないし竹座うるすが俺に喋るときにだけなんなんからですねっていうですねを使うんですよ。年下には基本あんま使わないじゃないですか。ななんなんからです、ね、ですすねねとは ですねとはですね。だからやっぱりちょっと目上の方に対してちょっと丁寧に言葉を選んでるときになんなんだからですねとかあ<ー>あのな言ったからですねとかっていう言い方をしてると思うんで、うん、方言とそのちょっとそ,その尊敬語とか丁寧語が重なってるんじゃないかなと思うんですよね。うんうん、だ例えば俺と D ちゃんとかがあの同級生同士が喋っててもそのワードは多分出ないはずなんですよね。確かにね出ませんよね。うんうん そんんな感じがしたんですよねいやけどなんか自分たちが気づいてないだけでおかしい言い回しとかいっぱいあるんでしょうね。あ,あ,るとあるとは思います。うん。自分これ今ね久しぶりすぎて今ちょっと忘れてるんですけど俺自分の喋り方ですごい気になってたことがある、えっと、あ思い出した自分あの「ちょっと」っていう言葉をめちゃくちゃ多用してたんですよ。ちょっと、はい、だからあのー ラジオの中でもね。結構言ってたし、動画動画の中でも、うん、ちょっとっていうワード。俺ものすごい使うんですよ。で、多分これ。今俺それ。多分もう慣れてるんで気づいてないかも、ねうん、ですけど、あのちょっとこれいいですか？とかこれちょっと何々でもうちょっとっていうワードをもうめっちゃくちゃ使っちゃってて、うん、ついで出ちゃう言葉というかそれにね。すごい。最初自分で嫌でした。えー、もうお前何回ちょっとって言うんだって思うぐらい。 それぐらい気になるワードはありましたね。喋り方の癖みたいなのがですね。僕、田嶋さんのなんかワードで、ラジオ客観的に聞いてて、ずばり言いますけどっていうのはなんかよく<ー>耳の声ですね。ずばり言いますけど、言いますかね、うんうん。言ってないとは思わない。時々言うなと思いますね。 結論から言うととかっていうのは、なんか自分よく言う話し方の癖でそう言うかもしれないなとかなんかこう、これ、これはなんか、えー、理由が3つあるんですよとかってなんかよく、<laughs> ねはい、はい、言われるのが、あ、すごい、もう3つこう頭の中に組み立って、<laughs> あるから。大悟さんね、時々それ言ってくれますもんね。うんうん、なんか大悟さんはその、話す着地点が見えて、 そこに向かって喋ってるんでしょみたいに言ってくれますけどね。うん。そういう喋り方をしちゃいますね。うん、ちょっと、あの、これには理由がまず3つあるんですけど、うん、とかって言いながら話し始めますもんね。おすげえとか思って聞ていて <laughs> <laughs> 癖です、癖。うん。まあ、いろんな癖が、これからもちょっと気づいた方はね、ちょっとお声でご指摘いただきたいと思います。ただ、ね、直せませんけどね、これに関してね。そうです、ね。<laughs> へえ、そうなんだってしか思いませんけどね。なんならあの指摘されてても気づかないというですね。<laughs> 気づけないというですね。はい。まあ、ちょっと、そ、そこはね、ちょっと笑って許しておいてください。あの、さっきのね、温泉に行った話で、これ、はいはい、もう、菊な温泉阿がんなっせが、もう大好きになりましたっていうところでも、プラスに言っとくんで、うん、今から言う話は、言っても全然マイナスじゃないと思って聞いてほしいんですけど、はい そこで三人で温泉に行って、ああ、気持ちよかったね。で、これまた来ようよ。つって帰って。うんうん、ああ、で、そういえば明日の朝の食パンがないから、ちょっとスーパーに寄って帰ろう。つって、うん、あの、H.I. 広瀬ってあるんですけど、はいはい、そこに寄って帰ったんですよ。で、そこでパンをレジに持って行ったら、お財布の中に金がなかったんですよ。はい、で、あれなんでお金がないんだろうと思って。で、自分その時、 ちょっと待ってねと思いながら、その慌てる気持ちとレジの人も待たしちゃいけないんで、あ、ああじゃあカードでお願いしますって,って、食パン一つを俺カードで払って、<laughs> で、その後に俺ずっと、いや、おかしい、おかしい、俺お,お金持ってきてるはずなんだよなと思って、確か温泉に行く前にお財布の中に俺一万円札を入れたんだよなっていう記憶を整理して、うん、いや、間違いなく入れてると思ったんですよ。で、 温泉の料金は円だったのも覚えてるんですよ、うん、絶対におかしいと思って、うん、でレジのやり取りの時に、えっと、1700円だったから1万円から出した後に温泉ってよくあるんですけどロッカーで100円玉使うロッカーってあるじゃないですか戻ってくるけど入れなきゃいけないやつがあります、ね、だから聞いたんですよ、うん、あの100円使うロッカーありますかつって、うん、であっ うちのはそのお金はいりませんって言われたんであじゃあもうここで小銭使っておきますって言ってお財布の700円玉を全部俺出したんですよね出し切ったんですよはい、はい、でちょっとみんなややこしいなと思ってついてこれてないかもですけど要は払い方まで覚えてるんですよ1万円プラス700円玉を出したっていう記憶があるんですよ、うん、700円玉あ 500円玉1枚と100円玉2枚を出した記憶があったんですよね。大久保には特殊な、コインがあるよ。<laughs> ちょっと馬鹿にしないで終 <laughs> わけですかで、すいません、話がちょっとまとまらなくなって。はい、出し方まで覚えてたんですよ。うん、だから、これも絶対間違いないと思って、うん、もう、その、スーパーからまた、アガンナッセに戻って、すいませんと、30分ほど前にここ出たものなんですけど、レジの釣り線で、うん、 九千の間違い出てないでしょうかつって。だから、千七百円で売ってる可能性があるって言ったんですよ。はいはい、すいません。で私の勘違いではないと思うんですけど、九千、うん、の株足が出てないでしょうかと。うん、したら、バイトの子たちが三人いたんですけど、すぐに向こうにいた一人が、あ、さっき九千の株足出てたよねつって。<laughs> 俺に、普通に聞こえるぐらいの声で、 あの、さっき出てたのよ。<laughs> 言ってたんで、俺も、良よかったと思って、<ー>あの、打ち間違ってたんですよ、バイトの子が。なるほど。で、俺もその場で、あ、お釣りもらってないよって、俺、言えてなかったのは、あの、ゲートインするときに子供がちょっとそこで引っかかってて、あの、こう、キーをピーって鳴らすのがうまくできなくて、子供がちょっともう引っかかってたんで、そこでちょっと釣り線もらいながら、やり取りしながらも、あ、あこう、こっちこっちってこうやってたんで、ちょっと、 気持ちがふわっとしてたんですよねでそこで自分も気づけなかったのもあるしそのバイトの子が1万700円を1700円で入力してしまってたんですよ。で向こうの方も担当の人が出てきて「す,すいません」とも、うんあの「こちらの手違いで」って言われたんですけど「いやいやもうこちらも気づかなかったんで」って言いながら「あのまたあのこちら来させていただきます」って言って9000円をいただいて帰ったんですけどまあ本当パ,パン屋に寄らなかったら。 1> 俺1700円でこれありだななんて言ってたのに、1700円払って、本当にそのね、本当1時間半ぐらいの温泉に1700円払うところだったからですね。すごい。本当にリッチな温泉行くところでしたよ。本当にパン買いに行ってよかったなと思って、そういうこともありましたっていう話。でもまあそんなこともあったけど、あの、あがんなはおすすめですので、はい。自分も行きますしね。みんなよかったらぜひ行かれてみてください、は。い いや熊本に、ね、旅行に来られる方がいちここピープルゲットの一番近いそうなんですよそれですよ今一番言いたかったのは <laughs> 失礼しました <laughs> ピープルゲットレディに来てアガンナスセに泊まって帰るっていうのがもう最高のプランですよ、うん、熊本満喫、ねうん、もう最高ですよいいですよねでお食事は田尻をね連れての北遊プランもあるしあの ソラクルっていうね、素敵な、ね、あの、俺らが忘年会やったところもあるし、はい、いろんなプランありますから、あ,ね、あの、ファミリー、耳寄りファミリーを一人一万円ぐらいでこう、あの、コンパニオンボーイたちを、<laughs> あの、コンパニオンおじさんたちを、あの、呼ぶこともできますので。メキシコ料理とかですね。<laughs> それも絶対最高ですよ。うん。いやいやねぜひぜひ来てほしいですね。だから、菊南温泉とうち、はい、タック組めばいいんですよ。 プランをこう開発して寄 <laughs> っていかんねプランみたいなのでね一泊がね夜はオーナーと食事 <laughs>、ね、朝食は、ね、あのバイキングみたいな感じでね最高プランですよね,いいすね菊名温泉関係者の人もし聞いてたら,てら,たらお声ください<ひ>お待ちしております。 People get r e a 耳寄りな日曜。いやあのー、一番最初沖縄に行ったって話、はいはい。はね、その話あんまり全然深掘ってなかったです <laughs>、うんで。石垣島にもですね実は古着屋さんが。ええ。石垣島にも？全然まあ失礼な話なめてたんでなめてたというかな,ないだろうなと思って んですよね石垣島はですね自分一応行ったことあるんで、はい、なんとなく景色覚えてるんですけど古着屋があるようなところありますかちょうど街のど真ん中に夕暮れなモールってあの、はい、アーケード街がちょっとあるんですよねはい、はいでまあ、いわゆるもうお土産物屋さん街なんですけれどもいわゆるウミンチュー T シャツみたいなのがそうですとそ、はい、でそこを歩いてたらあの2階に上がっていく1階の 階段の下のところにそれこそ段ボールに古着段ボールですかほぼ段ボールあもし間違ってたら古着屋さんごめんなさいそれぐらいの雰囲気ええと思って家内と一緒にこう回ってたんですけども「ちょっとここ寄っていい?」っつって「もういいよ」どうせ買わんでしょ」っていう顔されながらですね上がってったんですけども結構 T シャツ類とか豊富にえもういわゆる 沖縄とか石垣島っていうの関係なしにもう熊本とかいろんな東京大阪にもあるような雰囲気の古着屋さんまあ,まあそうですね、うん、沖別に沖縄食が強いとかじゃなくて僕そっちかなと思ってたんですよ何、はい、かかりゆしのね <laughs> ユーズドかりゆしショップみたいな、うん、けど普通に古着屋さんでしたようんオーナーさんとかは結構まだ若いとかですえっとおそらく40代ぐらいあ、ね、じゃあ自分と同じぐらいの、うん 結構入お店入ってもまあこれあのー、別にディスってるわけじゃないですけども、はい、いらっしゃいませもなく <laughs> なんかずーっとこうえー、ご自身でパソコン見ながらいらっしゃいませもなくないないですないです、うん、そ東京ストロングスタイルですねですね入り口もあ,のあそこにかかってるあのこのビニールのすだれみたいなあ,はいはいはいありますねそういうね、うん、それ入っ,入っていく感じでもう勝手に見てくださいみたいな感じでしたね うん、ただ唯一<ー>ああなんか海んちだなと思ったのが <laughs> <な>石垣島の高校生は30%オフっていう <laughs> 石垣島の高校生は30%オフ、うんうん、はあいきなーいね,ね計らいですね子供は宝としてやっぱ育ててるんだろうなうん、うん <laughs> へまあ、地元の人にも来てほしいっていうね,ううね観光の方だけじゃなくてね、うん、へえじゃあ石垣島であった古着屋さんはそこぐらいですかそうですね実際古着屋さんに入ったのはそこだけですね、うん、そのなんかちょっと,ちょっとこう心が揺れたというかあ欲しいなというアイテムもありましたかそこには<ん> <laughs> いやいやそれはなかったんですか宮友さんの中にはうんまあ <laughs> たたまたまその日の、うんうん、石垣島にもあるんだ、うん、石垣島って本当アメトークの』の出川さんかな言ってたけども、うん、ザ・沖縄の景色があるのはあ,あ石垣のだから竹富島かあれがあ<ー>石垣からさらに竹富島にはまた別ですもんね、うん、そうですね自分が思ってた景色は今竹富島か石垣はもうちょっとそうやって、うん、あの もうちょっと街並みがありますね。そういえばね。意外と街なんですよ。石垣。うん、蔦屋もあるし、ニトリもあるし。まあまあ、普通の普通の生活の街ですね。ここ一もあるしですね。うん。そうそう。俺が思ってた景色は石垣じゃなくて、竹富島だった。そうだ、そうだ。あ、あんなところにと思ったんですけど。竹富は確かに、もう。 絵に描いたようなね、うん、沖縄の風景ですもんねただ石垣の人にですね石垣の人は沖縄と思ってないぞ<え>八重山諸島ああ<ー>、うん、私たちは沖縄じゃないよって感じですよそこからさらに八重山諸島ですよ、うん、って感じなんですね一緒にしないでって感じなんですかね、うんうん、どちらかというとなんかそんなニュアンスはああなるほどうん竹富も良かったですね 富士また行きたいですね自分ね耳寄りで沖縄に行った話多分してないと思うんですよねしてないと思うんだよな南十字星を見てなんか弾丸で帰ったって話ああやっぱしてますかね、うん、してますかお恥ずかしいかなり最初の方じゃなかったかなそうもうね俺これ,これ,これあの沖縄の話を今したいんじゃなくて、うん、あの言ったことを忘れていくっていう話を今からしたいんですよ あの、この前、えっ、ー、と、2回前ぐらいのラジオの話なんですけど、あの、カズキャンプと石井さんが放送日の翌日に来て、うん、タイさん、あの、people get ready, 耳寄りな日曜日のあの声の人が、うん、プリントの職人さんって話前してますよって言ってきてて、<laughs> あ、やっぱしてましたっつってて、でほんとね、この長いことも100回以上やらせてもらって、 何を喋って何を喋ってないかがもうわかんないんですよ。うんうん、だから、これはもちろん廊下もあると思うんですけど、あの、温かい目で見守ってください、これ、本当に。いや、本当にね、あの、うん、オールナイト日本やってるもうプロの MC の人たちですら、これ言ったっけってよく言ってるんですけど、うん、本当にわかんなくなるんで、 こ,これだけはちょっとね、ご勘弁ください。あの、同じネタをいかにも初めて喋るみたいなトーンで喋り出したときは、あの、微笑ましく、<laughs> あの、温かく見守ってほしいなと思いますねいやいや。それでいいと思いますもんね。本当に。<laughs> 俺喋りましたっけねって本当わかんない私もで、うんうん、今、波照間島に弾丸の話もしてますかうん、うん、弾丸でってお。お恥ずかしいですね。南十字星が見たくてって話。<laughs> そう,そう だからそうやって言われるとめっちゃ恥ずかしいですねそうなんで嫁さんとまだ結婚前に弾丸で行ったんですよねうん、うん、南十字星を見にですね、うん、あの頃若かったですね見えたんですか見えなかったですあ<ー>あの見えない可能性の方が高いっていうことで行った<ー>でも可能性は日本ではハテル間島しかない嫁さんは南十字星を見たいっていうだけで 石垣島からその波照間島までフェリーで行ってでも行って着いてそのままもう船が結婚になるってことでもう弾丸弾丸っていうかもうその一っ乗ってきた船で乗って帰ったっていうエピソードですよんね波照間島へようこその看板の前で写真を撮っただけです波照間島の記憶は行 <laughs> ったという事,事実だけです事実だけです足を一回こうおお下ろしたっていうね でも旅行も行きたいけどなうんいいですねいやまだね実は言うとあの嫁さんの,あの退院はしたんですけど、うん、旅行とかはねまだだめですっ、ね、てドクターから言われてるんですよ<ー>あのまだちょっと旅行っていうのはた楽しいんですけど疲れが出るのでやっぱり体を考えるとまだ旅行も控えてくださいなるほどね あの、ゆっくりするってことに、今はあの、あの、意識をね、持たれてくださいって言われたので、うんうん、散々の旅行行きたいなと思ってたけど、やっぱ、お医者さんとかに相談したところ、ちょっとまだやめましょうだったので、うん、もう俺には菊名温泉しかないんですよ。<laughs> もう、車で5分の菊名温泉しか。うん、<laughs> また菊名温泉の話に戻っちゃいましたけど。<laughs> 旅行行きたいんですよね。いやー、行きたい。 ね、そうやって楽しみをいっぱい今貯める時ですよそうですね、うん、今そういう時期って、うん、これ正義も正義なんで、うん、あの本人も聞いてないかもしれないんでちょっと言うんですけどおっくんがこの前タイとかベトナムとかはいはい、はい なんか何カ国行ったのかなあの辺なんか、ね、もう1週間で5回飛行機乗ったって言ってましたもんね<ー>あのまあアジアのねもう帰ってきたのもうこの前帰ってきたみたいですうん、うん、明日はもう出店するみたいな投稿があったんで、うん、でえっと奥はもともと貿易関係とかの仕事にいたのでベトナムに昔働いてたんですよベトナムで、うん、で奥はその昔働いてた人たちに会いに行くとか まあちょっとこう今なんか2万、片道2万ぐらいかな往復じゃないと思うんですけどね。2>, <ー>2万ぐらいで行けるんで、まあちょっと行くわっつって、うん、まあベトナムに行ったわけですけど、うん、この前うちがお店オープンして12時ぐらいかな。で、ちょっと堀ちゃんもいたんですよ、その日。うん、で、インスタグラムをチェックしようと思って開いたら、ちょうど奥んがライブを始めましたと。インスタライブを。<ー>で、 ベトナムかどっかの,そのなんか小学校みたいなところでなんかこう行事があってうるのをなんか見てる動画で,でその今、小学校みたいなところに来ていますみたいな子どもたちがすごいこう楽しそうに遊んでますみたいなおっくんが喋ってるんですよでなんか画面見てたらこう誰々が視聴を開始しました誰が誰が視聴を開始しましたでいろいろ開いている人が出るんですよね,はいはいすね。 で、俺もその一人として見てたんですよ。で、奥君が、いや、もう、ベトナム来てもう5日目なんですけども、ちょっとだいぶお腹いっぱいですって言ってたんで、俺が、いや、もうお腹いっぱいなのかよ、とか、こう突っ込んでたんですよ。はい、で、ずっと見てたんですけど、堀ちゃんが、それ今、田尻さんしか見てないですよって言うんですよ。で、<laughs> え、えと思って、うん、いや、さっきからほら、誰々が主張しまして、こう、どんどん出てるじゃんって言ったんですけど、それ多分、 あの、ストーリーズをこう横にパッパってスクロールしていくと、一瞬、こう、インスタライブとかになるけど、画面を切り替わると、もうすぐ退室みたいになるわけですよね。だから、上にライブで、一人って書いてあったんですよ。<laughs> <laughs> だから <laughs>、その、あ、見てるのは、お、俺だけなのかみたいな <laughs>、その <laughs>、その <laughs>、<その笑> み、<laughs> 何人かが、おっくんの様子を俺見てるんだと思ってたら、俺一人がずっとその、インスタライブを見てたんですよ。<laughs> 時々二人になるんですよ。その数字が1ってなったり、2になったり。で、また1になったら。で、堀ちゃんと、こいつ俺にだけ喋ってるのかって、なんか、<laughs> <laughs> なんかこう、もうなんか、画面閉じるの悪いな<笑><笑> オープン準備とかしたかったんですけどずっと奥のインスタライブずっと見てました <laughs> で2人になったタイミングでじ,じゃあ頼もうかって切りましたので、ね、<laughs> あ,あいつのね、うん、あのベトナムの様子をねちょっと一瞬眺めてましたっていう話です、ね、熊本で面と向かって喋ってるのとあんま変わんないですよね いやあれ怖いなと思いましたね<ー>だからお昼時の、うん、多分あいつはお昼で休憩時間がある人とかいるかと思って多分やったのかもしれないですけど,ど、ねうん、まあみんな忙しいじゃないですか <laughs> そんなねお昼の時間にみんなインスタライブ付き合ってられなかったでしょうね相変わらずおっくんでしたね,面白いでね <laughs> でおっくんがねなんかそのアメリカでもそうだったんですけどメキシコ系のなんかおまかせで なんかメキシコ、メキシカンがやってる、その床屋さんに行って、もう今一番いけてる髪型にしてくれ、みたいな感じで切ってもらうっていうのをやってるんですよ。うんうん、なんか旅行先で、なんかヘアカットチャレンジからね。うんうん、で、ベトナムでもそれをやったんですけど、<laughs> まあ笑っちゃうスタイルになってました。もう、ほんと現地の人みたいな。<laughs> <laughs> なんか、うわーみたいな。<laughs> やっちゃってるみたいな髪型になってましたよ。 チャレンジ系みたいな本当にそんな感じだから自分でもあの、ね、出店土曜日久々の出店なんであの笑う準備しといてくださいって、ね <laughs> うん、熊本の人間しか分かんないんですけど、うん、なんか運馬場中尾さんの初期みたいな髪型になってます、ね、なるほど、はい、<laughs> まあおっくんがでもねまた戻ってきて、えー、チュロス屋さんがスタートしてると思いますので、うん、みんなね行ってやってください、うん、よろしくお願いいたします、うん、今後 秋に向けての何かイベントの予定とかはなんかないんですか？秋はですね。うん、えっと10月にお城のみの位置がありますね。うん、それが入ってるぐらいかな、うん、で、それ以外のね。イベントは今のところまだ予定はしてないですね。うん、インストアライブとかあ,あまあインストアライブってうのはそのエクシーメデギルフの話ですか <laughs> エクシーメデギルフはやりたいですね。あ それで言ったらですね、来月、ちょっとこれもうイベント告知になります。イベント告知。えー、8月17日土曜日、うんえー、peoplegetready があります大久保地区の納涼祭、えー。今年も呼ばれました。たしさんなんか歌ってよって言われまして <laughs>。あの、ただの時間つなぎ。<laughs> のお仕事でございますあのお祭りで何か賑や,やかしをしてくれということで、えー、エクシーメデギルフがまた参加することになりまして<ー>前回はタント君がカホンっていうねあの、うん、木の箱みたいなドラムパーカッションで、うんえー、参加したんですけど今回は作家がおりますので、えー、正式メンバーとかメンバーがもう変わりまして田尻堀ちゃん、えー、作家の3人エクシーメデギルフとして、えー、大久保のオー祭に際に。 出演が決定しましたので、<ー>夏フェス決定ですね。フェスですね。夏フェス登場しますので、8月17日土曜日、えー、大久保、えー、幼稚園、えー、園庭にて <laughs> 開催されますので、遊びに来てください。<laughs> 駐車場もあります。<ー>はい、そこで、<laughs> まあ4、5曲演奏するかと思います。しかも、あの、<laughs> エクシーメデギルフプラス、うん うちから歩いてすぐのゴミ捨て場の裏に住んでらっしゃる坂本さんもギターで参加しますので坂本さんもベンチャーズが好きな坂本さんも田地君と坂本さんでやってよと言われたけん一緒にやろうよと言われましたので一緒に歌いいたなと坂本さんにはあだ名つけなくても大丈夫です坂本さんはあだ名は失礼なんででもすごくいいおじさんです坂本さん。 1>, あのーまあ、1曲だけ今、ちょっと決まってるのはね奥田民生さんの「イージュライダー」なんかを歌おうかなと思ってますのでちょっと夏の夕暮れ時にねイージュライダーをみんなで熱唱しましまょうその幼稚園でやるから <laughs> その園児もいっぱいいらっっぱらしゃるんでしょ園児は多分、地区の通ってるえあの幼稚園に来てる子はいるかもしれないですけど、うん、基本的にはその幼稚園の先生とかもいなくてもうただ場所を借りてるってっりですはで。 あの餅つき大会もこの前そこでやったし、はい、お祭りも今度そこでやるんですけどね。子供向けに何かをやってよっていうことはないわけなんですね。あそんな感じではないですけどやっぱり親御さんからお子さん連れでご年配の人もいるんで、うん、なんかみんなが5曲やるんだったら12曲はみんながなんか「ああこの曲知っとる」とかっていうのがないとちょっと、ね、寂しいと思うんで全世代にちょっと刺さる曲を。 選ばなきゃななと思ってるんですけどなかなか自分があんまり流行り歌に疎いのでちょっと悩んでるんですよね何にしようかなと思いながらまあそこはもう自分たちも好きな曲やっぱやりたいのでうん、うん、エクシーメデギルフとしてはあの自分たちの演奏を思いっきりやりたいなと思ってるんですけど、はい、それこそね昨日も夜10時ぐらいまで夜スタジオで練習をしてたんですけどやっ,す、ね、やってますよエクシーメデギルフ日比谷夜音に向けて。はあ もう俺たちは本気ですからね。<laughs> でね昨日スタジオでやりながらこう何曲か合わせる中でなんかねまあみんなちょっと想像してほしいんですけどまあ歌が始まってまずは俺のギターと歌だけ、うん、でその後に堀ちゃんのベースが、まあ、例えば歌の途中ぐらいからこうベースが入ってきて。はいはい、で 一番が終わって二番の頭から作家がドラムをこうドアッパンって入れていくみたいなアレンジをちょっとそんな感じでやってみようかっつってやったんですけどもうその時俺やっぱ鳥肌が立ちましたもんね。えー、来たねこれっつって。いよいよ。あの二回目のスタジオでも早速その俺はもう言葉がいらないあのもう空間三人があ今俺たち一つになってるっていうのを <laughs> 体感しました。うん、しもう本当に。 グルーブが出てるでグルーブが生まれました、はい、漫画でいうベックの「こうええってこうメンバー同士がこう「えっ?」てこう見合うから、うん、今俺たちちょっとあやばいなっていうこう、うん、あのセリフがないページです、ね、セリフがないページです「うんうん、えって? <laughs>」てを2回目のスタジオでも達成しましたので早いっすね <laughs> で俺、ね、めちゃくちゃ良かったんですよね、えー でもね本当俺と堀ちゃんはまあバンド経験あるんですけど作家はバンド経験がないんですよ。そか今までドラギターをやったりベースをやったり自分で音楽をこう打ち込みで作ったりはしてるんですけどバンドっていうものがないんで,なるほどで今回こうやりながらこ,うこんな感じなのかなって感じで作家がこう手探りでやってくれるんですけど本人いわくこう点と点を結ぶ作業です今って言ってるんですけど。 かやっぱ演奏っていうのはこう誰かとやるじゃないですかだから一人でやってるのとやっぱちょっと別な作業なんですよね<ー>で作家はねどちらかというと俺はなんか何でもこう感覚でフィーリングでやっちゃう派なんですけど、うん、作家は割とリズムじゃないけど楽譜とかをちゃんとドラム譜を起こしてドラムにも譜、まあ、なんか楽譜があるんですよねそれをちゃんとノートに起こしてそれを見ながら叩いてるんですよ<ー>タイプが違うなと思いながら。 ただこれは伸びるなと思ってますね。感覚でやるやつって感覚覚ででややるるつの壁があるんですよ俺はもうその壁にずっとぶち当たってるんですけど <laughs> ちゃんと整理して理,理論立ててやるやつっていうのは速攻の先を突破できるんですよね。ななんんでこうなんだっけっていうのをちゃんと理論であそうかこうしたらいいんだって超えれるんですけど、うん、感覚でやってるやつはねそれがずっと感覚でなん,か、うん、なんでうまくいかねえんだろうなって終わっちゃうのでうの伸びが止まっちゃうんですけど。 その作家はそこちゃんと頭でねやってくれるドラマーなので多分化けると思いますね伸びしろがある大化けします伸びしろがあるんで作家はねいいドラムになりますよもうエクシーメデギルフはね目が離せないと思います楽しみですエクシーメデギルフのね活動にご期待ください はい、それではね、そろそろお別れの時間になりましたのでお終わりましようかなと思います。はいえー、最後までお付き合いいただきありがとうございました。さよなら。さよなら。 ちょっとね、もう収録が終わったところなんですけどメールを、ね、チェックしてましたらあの耳寄り T シャツを買っていただいた方からお返事のメールが来てましたのでお名前とかは伏せた状態で、ね、ご紹介しようと思うんですけど、はい、えはじめましてまると申しますと、うん、え毎週月曜日の夜に耳寄りな日曜日を楽しく聞かせていただいていますと<ー>えこれからも無理をせず長く続けてください。え奥さんと 1> 娘一人を埼玉の浦和に残し単身赴任中ですと耳寄りは寂しい一人の夜のお供になっています <laughs> ゆるく頑張ってくださいもちろんチャンネル登録もしていますよということでお客様からメッセージを頂い,いておりますありがたいです、ね、もうその単身赴任の夜寂しい夜に耳寄りを聞いていただいてるというもう嬉しいですね <laughs> ちょっとこうビールかなんかねおつまみ買ってきてもらって聞きながら飲んでらっしゃるんですかね、うん、もちろん古着とかお好きなんでしょうねお好きなんでしょうねうういや今日のトークはどんなふうに聞いていただいたんでしょうね <laughs> ちょっと寂しさの紛らわしにはねうん、うん、なりましたでしょうかね全然ねなんか DM とかでねあの、うん、こんな古着こっち系が好きだよとか、はい、もうほんとなんか些細なことでも構いませんのでね DM を うん、みんなから募集したいいななと思います、はい、もうほんとみんなのなんか、ね、自慢でもいいし、うん、あのこんなことが最近ねちょっと気になってるとか、うん、古着でこのアイテムが気になってるとかあの耳寄りを聞いてこういうこと思いましたみたいなどんなことでもいいのでその会話じゃないですけどね成人同士のコミュニケーションこそなんかね温かいものが感じられるかと思いますので、うん、DM どしどしお待ちしております。 はいよろしくお願いしますさようなら